オムブ AG はオーストリアウィーンに本拠を置き、石油やガスの生成、また石油化学工業等を行うエネルギー企業。主な事業展開地は中央ヨーロッパでドイツ、オーストリア、ルーマニアに石油生成工場を持ち、4200箇所以上のガソリンスタンドをオムブ、アバンティ、ストア、ペトロムブランドで展開しているウィーン証券取引所上場企業。 1956年7月3日、オースターライキシミンララルバーウォルンとして設立された。オーストリア国家条約の際の交渉に基づき、オーストリア国家による国営企業として石油及び天然ガスの生産、加工が行われ、1960年にウィーン国際空港近くのシュベヒャトに石油生成所を開設した。1970年に アドリア海とウィーンを結ぶパイプラインが開通。1974年にオーストリア横断パイプラインが開通。1980年に西オーストリアパイプラインが開通。1985年にリビアで最初の海外 E&P 事業を開始した。1987年に株式の15%を売却したのをはじめに民営化に着手し、 1990年に最初の MV ブランドによるガソリンスタンドの営業を開始、1995年に社名を MV からオムブに変更した。1998年、科学工業メーカーのボレアリス AG の25%の株式を取得、2004年、ルーマニアの石油、ガスグループであるペトラムの51%の株式を取得し、古会社化した。 現在オグ部の株式は約3割をオーストリア国家資産持ち株会社のオースターライキ時インダストリーホルディングが保有し約25%をアラブ首長国連邦のアブダビ政府による国際石油投資会社が保有している。現在最高意思決定機関である監査役会の会長はシーメンス前社長のペーター・レッシャーが務めている。ありがとうございます。